どうもお疲れ様です。今日はですね、ウッドフォードリザーブのですねダブルオーク、はい、これが今日封切ったんで一杯だけ久しぶりに飲もうかなと思います。15ミリだけです。はい、たまにね味をこうチェックしとかないと。はい、美味しいんですよねこのウッドフォードリザーブ、バーボンです。ちなみにいただきます。すごい、久しぶりに飲みました。これねあれなんですよね、結構思ってる感じとねだいぶ違うと思うんですよね。なんていうのかな、結構通向けのウッドフォードリザーブというか、結構ドライですし、そしてねこの木の感じが、樽感っていう、樽感が苦手な人は絶対ダメですね。すごい木ですからこれ一回熟成が終わったウッドフォードリザーブをもう一回ねホワイトオークでさらにねこう熟成させるっていう、だからダブルオークなんですけど、ドライですね。このウッドフォードリザーブはですね、結構昔からある蒸留所っていうわけじゃなくて、1812年に創業したオールドオスカーペッパー蒸留所っていうのがこの場所の前身の蒸留所になるんですけどね。それからまあ経営者だったりとか所有者がまあ何回も変わって今のウッドフォードリザーブっていう蒸留所になるのが2003年のことなんですよね。だからねそんなにまだ経ってない蒸留所で、でもね一気に有名になった理由っていうのはいろいろあって、まあ結構アメリカではケンタッキーダービー競馬ですね、ケンタッキーダービーのねオフィシャルバーボンとして有名ですね。はい、あとはカクテルで結構使われたりもします。はい、バーボンを使ったミントジュレップっていうカクテルがあるんですが、そのミントジュレップがですねケンタッキーダービーのオフィシャルドリンクになってるんですよ。なのでミントジュレップにはこのウッドフォードリザーブを使うっていうね。はい、でこのダブルオークに関してはちょっとねこのウッディ感が苦手っていう人は普通の、ウッドフォードリザーブ、そっちの方をねまずね飲んでみてほしいですね。穀物比率はですね、穀物の比率のこと、これに入ってるね原料ですね、それの比率のことをマッシュビルっていうんですけど、そのマッシュビルはですねトウモロコシ 72%、ライ麦 18%、 そして、モルト大麦麦芽が 10% 入っています。バーボンの中では結構値段高めな方なので、バーとかで飲むのが一番いいかなとは個人的に思いますね。ダブルオークはちょっと加水した方がいいかなと思いますね。人によってはちょっとドライすぎるなって感じる人も多いかもしれないです。今日はちょっとコメントまた読んでいきたいと思うんですが、以前のね、グレンファークラス25年の動画の、コメントです。グレンファークラスだと15年ものもかなりバランスの良さでウイスキー好きから評価も高いみたいです。105は個人的に、シェリーのゴム臭がきつすぎて苦手です。あ、そうですね、ゴム臭って結構苦手な人と好きな人いるんですけど、ゴム臭もね結構ハマるとやみつきになるんですよね。でもちょっとねゴム臭ってきつすぎるとシェリーかかりすぎっていう、なんていうんですか、シェリーダルで寝かせすぎっていう意味ですね、なんじゃないかなと思う時ありますね、ものによっては。あとヘイグの時の動画のコメント、歯科技講師ですがスポーツマウスピース制作に関わっております。市販のものと、歯科医院で制作したものとは別次元、できれば価格の高いですがきちんと作られたマウスピースをおすすめします。そうなんでしょうね、やっぱりなんかね、やっぱりああいう市販のやつだと外れちゃったりするんですよ、寝てる間に。それがちょっと苦手、ダメだとかね、一気ができなくなっちゃうとかいう方いたんで、コメントでね書いてある人がいたんで、
あ、なるほどなるほどと。僕はね、なんか全然気になんなくて、まあこの歯ぎしりだけ収まってくれればいいなと、とりあえずね思った、あ、収まるっていうか防止してくれればいいなと思ったんで、とりあえず使ってるんですけど、ちょっとね、あの奥歯欠損してる歯あるので、それ作ってから、あのちゃんと作ってこようかなと思ったんで、とりあえずね市販のものを今のとこ使ってます。はい、函館にキングスランドとスペシャルリザーブの特急表示のやつが売っていたんですが、買うか悩んでいます。セブン&アイで限定販売のスコッチがあるみたいですね。結構美味しいそうです。レビューしてる人いましたとのことで、キングスランドとスペシャルリザーブは値段安かったらそんな高くないはずなので、もともとね安かったら買ってもいいと思います。僕は結構好きですよ、スペシャルリザーブ。うちもあの古いやつしか置いてないので、結構評判いいです、スペシャルリザーブ。まあ昔飲んでた人が飲むっていう感じですからね、スペシャルリザーブは。キングスランドはね、ちょっと味覚えてないですけど、美味しかったなって記憶はありますね。うん、古いやつね。あとセブン&アイの限定スコッチは結構ね、あの話題になってますよね。安いんですよね、1000円ぐらい。ちょっと一回飲んでみたいなと思いますので、需要あるのかな、なんか見たい方いますかね。ちょっと検討してみたいと思います。はい、あとトップバリューの続き待ってますとのことなので、トップバリューはね、あれちゃんと使い切るまで動画出しますから、そのうちまた出します。はい、コヨーテアグリ、映画のコヨーテアグリですね。そのまんまの店名とコンセプトの店が六本木にありますよってことで、今あるんですね、そういう店ね。昔からあるのかな。アメリカにはあのモデルになったお店があるらしいんですけど、日本にも今あるんですね。行ってみたいですね、激しそうですけど。あとロイヤル15年の話が出てますね。ロイヤル15年の青は 700ml、 金は 750ml、 他のサイズがあるかは分からないとのことなんですけど、他はね700、昔は 720ml があったんですよね。うん、それから 700ml に変わってますね。はい、金色は 750ml ですね。でロイヤル12年も容量違いますね、青と黒でね。あー、そっか、ヘイグの後ろにあのサントリーの住所が書いてあったやつですね。そうですね、今はもうない住所ですね。はい、今交番になってるみたいですね。その目の前にサントリービルがあります。1階がワインレストランみたいな店舗。あー、なるほど。あ、なんか質問っぽいのがありましたね。マスターがどのようなきっかけでバー業界に入り、マスターになっていったのかの経緯なんかには興味がありますね。もし機会があれば聞かせてください。なんかざっくり話すと、僕はあの、まあ、卒業してねすぐ就職したんですけど、高校卒業してすぐ就職したんですけど、途中からね週末だけバーでこうバイトし始めたんですよね。まあ、全くねやる気なかったんですけど、なんかバイトしたいなと思ったら、ちょうどお誘いがあったので知り合いから、そこでバーでバイトしてて、そしたら、まあ、ちょっとかなりはしょってざっくり話しますけど、そのうちね、あの仕事辞めてこっち一本にすればって言われて、まんまと口車に乗せられて一本にしたんですよ、仕事。そしてその後にそのお店ですぐ店長になって、そのうちなんかそこの経営者というかオーナーがね全く店に出てこなくなって、僕がずっとこうやってたわけですよ。そのうち店辞めるって言われて、どうするって言われたんで、やりたいっていう話をしたら、じゃあ一応選別ということでその店全部丸々あげるということで、来月からもう名義変更して届け出して自分でやれみたいなことを言われたので、そこから独立して一人でやり始めたんですけど、まあね若かったのでそこからかなりね波乱万丈というかね、いろいろありましたね。特に20代の頃はやっぱりいろいろありましたし、あんまりこうねいい話ではないですね。あのまあ深く聞きたい方がいたらそのうちゆっくり話しますんで、まあ、そのまま今ずっとそこから店を経営してます。でね、場所とかは2回ぐらい、2回引っ越してますね。2回引っ越し、はい、ここの場所は、5年前に移ってきました。多分この先なんかこう災害的なものがない限り移ることはないかなとは、何か特に問題なければね移ることはないかなと思うので、この店でね数十年できればなと思ってます、この先ね。
先ほど地震がありましたが地震対策していますかとのことなんですけど、で地震ありましたよね、釧路の方でね。うちはね、僕が住んでるところは震度1だったので全く感じないぐらいだったんですけど、よくないんですけどね、ここの地域って地震全然ないんですよ。あってもまあ震度1から3ぐらいまでの間なので、全くね、地震対策こうやって見ても分かる通りしてないんですよね。しないといけないなといつも思ってね、なんかたまに検索して結局対策をそのまましないまま終わっちゃってるんですけど、まあ5年前に移動してきたばっかりだったので、まだねそういうところが、まあ5年経って何もしてないっていうのもあれなんですけどね。前の場所の時、十数年前かな、震度5の地震があった時あったんですよ。そんなことないんですよ、ほとんど。多分数十年に1回ぐらいしかないと思うんですよ。でその地震の時は前の店舗の時だったんですけど、何もねボトルの棚から落ちてなかったんですよ。6階建てのビルの6階で店やってたので結構揺れたらしいんですけど、それ朝だったんでもう家にいたんですね。だけど何もボトル落ちてなくてよかったんですけどね、そういうことがいつあるかわからないので、やっぱりちゃんと対策しないとなといつも頭の片隅に置いてあります。はい、言われるとちょっと胸が痛いというか、はい、しないといけないですね、まあ自分が困るだけなんですけどね、結局。まあ今日はこんな感じでしょうかね。うん、いやウッドフォードリザーブね、最後にもう一回こう忠告じゃないですけど、決して初心者向きではないので、ウッドフォードリザーブ自体を興味ある方は通常のウッドフォードリザーブディスティラーズセレクトってやつね、あっちを行った方がいいかなと思います。まあ本当はねマスターズコレクションっていうのもいいんですけど、あれは値段が高いです、すごい。はい、そして限定ものだったりするのでね、さらに値段高くなってるのかな。うん、僕は結構普段いい方も考えて悪い方も考えるんですよ。悪く言う人ってこういうものってどういう風に言うかなとかね、よく言う人ってこれに対してどういう風に言うかなって両方考えるんですね、いつも。音楽もそうで、まあどっちかというとね、音楽からそういう風に発想するようになったんですけど、例えばこの木の渋みで余韻が長くてドライでね美味しいみたいなことを言う発想も思いつけば、人によっては多分ですよ、僕の発想で言うと樽の内側をこうやって爪で削ってちょっとポンって入れて飲むみたいなねぐらいの感じのことを言う人もいるかもしれませんので、うん、それぐらい、このウッディ感っていうのはありますね、渋み。でもこういう若干癖のあるものってハマるとね、ずっとその味が好きになっちゃって、そのボトルにしか味わえないものって結構あるじゃないですか、ものによってはね。だからそういう特徴のあるボトルってやっぱりそればっかり飲むようになっちゃいますよね。うん、まあそんな感じで今日は終わりたいと思います。お疲れ様でした。